皆さんこんにちは、こすけです。先日北海道で開催されたキャンピングカーフェスティバルというものに行ってきました。いろんなキャンピングカーや車中泊を快適にするために改造された乗用車なんかが展示されているイベントで、車中泊が大好きな僕としてはずっとね行ってみたかったんですが、ついにね時間の都合がついたので行くことができました。今日はねその時の様子をご覧ください。イベント開始の1時間前に到着したんですが、もうねすでに結構車来てますね。あ、やっぱり入場するイベント開始まで時間があったので、キャンプグッズがね販売されているコーナーをしばらく見ていました。ここねキャンプグッズがかなり安い価格で売ってましたね。全然うちの安いのと違う。ね、1枚4000円。うちのはさ1枚4000円しないんだよ。ん、あ、本当だ。これ塞ぐやつ。手に入れといたから。おー、すごい。二人旅に最適サイズ。おー、すごい。これはすごい。楽しそう。めっちゃ広い。もう一応水道ついてるしね。これすごいね、これ楽しそう。見て、これちっちゃいしさ。そんなに高くない。400万か。これで旅するの楽しそうだね、うん、めっちゃ寝れんじゃん。めっちゃ、これシート逆になってるけど回るってこと。そういうこと。へー、中も改造してんだ。回るんだ。そんな高くない。こういう職場の人これ持ってる。こういうのは高いんだよ。ほら700万とかする。運転はね、わ、すごい。あの家の匂いがする。へえ。これエアコンついてるよ。へえ、ディーゼルなんだ。うん、これすごいね。これトイレかな。6人だって。6人。へえ、これ何、シャワールーム。ねえ、これさ後ろシートベッドしないんじゃない。ないから。これ楽しいね。これ寝る場所もついてるよ。寝る場所もついてる。すごいね。2段ベッド。2段ベッド。ただ横幅狭いから丸まって寝なきゃダメだけど。それでも十分だね。うん、これは面白いわ。これかわいいでしょ。これしかも安いよ。300万ぐらい。うわぁ、めっちゃリラックスできそう。どこで寝るの。寝れない。上だ。あ、上で寝るんだ。すごいね。これ軽自動車。へぇ、値段が350万です。これはちょっと靴を脱いでお上がりください。あ、広い。全然広くて寝れそう。
460万だって。うわこれはいいわ面白いねこれね。飛行機でしょ。ね、すごい。でここで寝るの。ガッて、あーこれを引くんだね。これで、へー、あーなるほどね。ベッドにするんだ。へえ、飛行機みたい。安いよ。え、これは安いと言える。楽しそう。これなんだろうね。トイレかお風呂じゃない。違うの、着替えるところ。うん、うん、トイレかな。うん、あ、なんでもできるってことやろ。あ、そういうこと。あー、そういうことね、うん、うちだと犬のトイレにしたいね。はいね、うん、いいな、夢膨らむわ。水も出るし。トイレと水はどこになるの。トイレはないんじゃない。これもハイエースだ。すごいねこれは。うん、ほんとだ。620万。普段からも乗れるからいいんじゃない。どうやって暮らすの。職場に持っていくとなるけど、これこれって寝れんのかな。すごいね、これ寝れるんじゃない。これバーッと引いて、多分真ん中のテーブル取って引くっぽいね、うん、いいな。パンちゃんが楽しそう。ミドルキャンパー取ってもいい。あ、本当だ。これも400万だって。おお、おしゃれ。もっと可愛いのが好きだね。ああ、確かに。黄色い、うん、木の色が好き。うん、黒よりもね、皮、うん、よりも。大好きキャンパー。可愛い色の方が。安い。バーリーは一切つけてないんですけど、お二人で広く使っていただくっていうのに特化してあります。あ、そのぐらい出るね。私の車と同じぐらい出る。マジか。これなら車中泊すごい楽じゃない。行って買い替えてみる。これいいね。なんか運転はあんまりあれなんだね。まあ、まあまあ、そうだね。これいいね、うん、あ、しかも値段も安いよ。そう、安い。え、値段安いよ。私の車より安い。 N ボックスぐらいの、うん、これいいじゃん。鈴木エブリーがベースになってる。へぇ、買い替えてダントツ広い。これも水回りついてないタイプ。あ、ついてるか。運転できないもん。でかくて。こっちも2人旅。待ってこか。これいいよね。
こっちほら450万だよ。まあ大きいけど。いや私が運転できないから。北海道一周どころじゃない。みんなこうやって。脱いでお入りください。すごいよ。水回りはいらないんだよな私。ああ、そんなに。だって、大変じゃん。ガスでね。まあね。椅子の下は。水回りいらないんだよ収納になったとして。水回り使った後が大変そうだもんね。まあいいよ。全然すごい、うん、めっちゃこれゆったりリラックスできるよ。この形のやつで例えばもう20分とか20分足洗えるね。360万。これも軽自動車ベースだよね。おお、すごい。上に、これ狭いね、でもね、ちょっとね。上に。怖い。あ、でも水回りとかもついてるんだね、一応ね。タンクだから楽なんだね。ステンレスシンクとタンクって書いてある。え、どういうこと？わからない。水ってここが開くっぽいけどね。こっちは、あー、シンクになってんだ、ここがぐちゅぐちゅぐらい、うん、か歯磨きぐらい。でも歯磨き車の中でできるの楽だね。買い物あるの？これエアコンついてる。680万。これはちょっと怖いな。ああ。すごい、これめっちゃ寝れそう。ここ上に寝る場所ついてる。こう上で寝て。しかもエアコンついてて、でこっちでは料理もできて楽しそう。で、すごいくつろいでご飯食べれる。あれだね、もうお湯沸かすぐらいだね。いいね、ご飯お湯沸かして歯磨いたりするぐらいの、うん、ご飯も食べれるし、でそこで寝るんだよね。エアコンついてる。そう、エアコンついてるの。ここ何？シャワーだ。お風呂。シャワーの？お風呂。へえ、お風呂ついてんだ。でもお風呂は掃除が大変そう。お風呂はさ、銭湯行けばいいじゃない。走破性高そうなの見つけたよ。ほら。これはよく走るよ。強そうでしょ。あ、すごい、フローリング見たくなってる。登山乗りも、あ、寝るっていうよりも水回りはないんだね。あ、本当だね。これだと運転も楽しそう、うん、運転もできて座ってテーブル回って水回りがないんだ。なくていい。まあ水回りはね、なきゃないで。まあでも歯磨きとかできたら楽だよね。やっぱハイエース的なのがいいのかな。おお、すごい広っ。めっちゃ広いよ。いらないってさ、こんだけ広かったらそれシンできるね。で、こう寝て、しかも2列目もちゃんとついてる。うん、ね、長いね。料理もできるよ、普通に、うん、
これ長いね。5m380。あ、見てすごい。これだって後ろで料理してさ、ここで運転席とは逆になるんだよ。あ、うちもできるじゃん。したらすごくない？これ部屋だね、ちょっとした。これがいいな、これが良くない？まあでも普通に街中走っててもおかしくない感じじゃない？値段も500万。四駆だと、あ、どっちもいい。あ、ディーゼルだ。ディーゼルが530万。すごい。中入る。よいしょ。あー、楽しそう、これ。水回りもついてるし。ベッドは横になってんだね。すごいね。リラックスできそうだ。すごい。そんな感じした。犬がいるよ。正しい近くまで。和室すごいね。テレビもついてるしね。こういうのいい。人の入り去年より多いかもしれない。660。うわ、あれベッドかな、うん、冷蔵庫とね、ホテルみたいだね。あの運転席は普通の運転席で、これはゆっくりできるわ。ご飯も食べれるしね。これ犬上がってもちゃんと綺麗にできるから。太陽光がついてんだ。カラカラヘッドショット合わせて長さが、これならそんな大きくないから。そう、あ、ここ荷物置き場ね。その方がいいか。あ、すごい、ベッドついてる。ベッドがついてるよ、2段ベッド。2段ベッドと、お、水回り。シャワーみたいのがついてて。すごい。本当だ。やっぱりボイラーとかトイレとかそういうのいっぱいつけたけど、どうしても重量が出ちゃうんですね。税抜き。
というわけで北海道キャンピングカーフェスティバルに行ってきました。魅力的な車がねたくさんあって欲しくなってしまいましたね。まだ CX-8 を買ったばかりですから今すぐどうこうということはありませんが、将来的にはねできれば3台目の車としてキャンピングカー欲しいなと思っています。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。